んにちは、かくすけです。スターモンジャ続きやっていきましょう。楽しいのよ、育成。前回はね、無事にカップリングが終わって、今は安心安全ですね。ポンプだるそうですか、しつけてもらおう。安心安全、のんびりね、育てていこうね、この子たち。違うよ。で、前回負けた一番の原因はパンプくんの耐性が低かったことだったので、属性耐性が低かったことで、しばらくはスタンプくんの属性を上げるのが一番の目標かな。一面対策として水属性を上げまくればよかったかな。素早さだな、普通に。で、あとね、メジャー特別だっけ、この前出たメジャーリーフだったと思うから、今週ちょうど特別来るんだけど、やってみよっか。うん、特別の方はどんな感じなのか。まあ多分、こっちもなんか属性攻撃をしてきて、あんまりスタンプくんが守れずに終わるような予感がするんですが、一応行ってみよう。いやー、そう考えるとなんか属性の耐性上げる操作いらないなって思ってたけど、必要だな。あ、ヤッホーバトルだ、グフフ。あ、前に戦ったことがある人だ、早くやろうよ。ユミちゃんここまで来たのか、すごいじゃないか。あ、何属性だこりゃ。魚ちゃんいるね。アンディはどの子から行く、さっぱりわからんな。上の子硬そう、この子から行こうかな。悪属性は、やっぱそういう属性は出してくるよね。よし、普通のよ、いけるんじゃない、いけるかもよこれ、パンプくんで。大技いける、やだか。あ、まあこう、あ、強い、硬い。あー、炎きたー。 OK、 上の子を優先して倒すべきだったか、スタンプくん。やっとスタンプくん、固まっておいて。あ、君に防御を外されると、うわー。 OK、 よし、大技。あ、やだ、嘘、ちょっと待って。あー、スタンプくん、よし、逃げてた。 OK、 あ、よし、しかし、よしよし、どうしよう、スタンプくん、どうしよう。回復もないんだよな。防御、攻撃、 OK、 叩いてみるか、ドン。あ、避けられた、素早いのか、そっか。いたたたたたたた、下手なことした。通常攻撃いこう、どんなもんだ。あ、いいね。う、やばい、とりあえず下の子倒すでしょ。うん、やだ、よし、大技、オッケー。つやつかった。あ、邪魔されそうな気がする。よしよし、やだ、うそ、よしオッケー。上の子が恐怖だから、上の子を攻撃させる。よし、つやつかった。どうだ、効くか。60、あ、強っ。あ、いける、いけか。痛いね、スタンプくん。あー、ちょっと待って。 OK、 いいぞ。サンリは素早いから当てられるんだよ。よし、やだってるよ。あー、大技。あ、まあやまあまあ良いでしょう。 OK だ。あー、食らっちゃった。いけ。あー、ちょっと、よし、素早さの戦いだよこれは。これは一回埋め
豆太郎防御で、あ、食らっちゃった。やだ、嘘、いけ、オッケー、倒してくれ、逃げてけ逃げてけ逃げてけ、あー、ちゃいちゃいちゃい、やだって、オッケー、くっ、25、意外と耐えた。いいぞ、そうか、一番後ろだから防御力が高いんだ。よし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 、1回戦勝ち、よし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 、負けちゃいました。私っても超かっこ悪い、ゆみちゃんかっこよかった、かっこよかったよ、よかったよ。たくやくん、また会いましたね。あれから僕のチームもだいぶ強くなりましたから、今度こそ負けないですよ。たくやくんは真面目にコツコツ頑張ってるんだろうな。一番後ろに集めている。わ、その子、わあすごいな。きっとこの子たちみんな外れもんじゃなんですよ。たくやくん、ちょっとしっかり外れもんじゃも諦めずに愛で育てているんだな。まだ、あー、ソニックボイスが来たよ。倒しちゃおう、攻撃しちゃおう、えい、よし、硬いよね、やっぱその子は気力攻撃だよな、この技。ねー、メタロー、メタローくんの出番よ、ここは。よしぞ、あ、あそこ固まっているので下攻撃しようかな。うん、よし、メタロウくん、よし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 、取り扱ったのを真ん中のひよこちゃんに当てましょう。ユニックボイスが来るぞ。よし、オッケー。うん、技を止める意味でもね、素早さ役は大事よね。いけー、ドン、ドヨン、オッケー、硬いな、技でもなかなか硬いな。サンプくんは防御しとこっか。する必要ないか、このメンバーなら。こんな特性技使ってこないから。よし、いいぞ、サンリちゃん偉い、言うこと聞いてくれる、ありがとう。あ、違う違う違う、あ、間違った。よし、上の子倒そう。上の子謎だな。よしよし、攻撃しちゃおう。えい、当てられる。よしよしよし、やられた、ピンチピンチ、それは良くないぞ。あ、なんだい、なんだい、やめてくれよ、やめてくれよ。うわー、キャンセルさせられた、ずるい。たくやくん真面目な子だと思ってたのに、そんなそんなずるい技を使ってくるなんて。あ、よしよしよし、ちゃんとスタンプくんを狙ってくれる。やだー、オッケー、配列変えるのスタンプくんしかできないんだから。ちょっと、この技、使ったら何としても当てなければ。あー、よし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 、よし、いいぞ、サンリー、回復したね。回復は仕方ないか。お、いいぞ、すやすかった、いけ。はいはい、いいぞいいぞ。サンリちゃんはここを攻撃して、ん、あ、ちょっとずるいって、2回全体攻撃ずるいって。あまりにも素早さが強すぎるな。あ、連帯回復使ったな、ずるいな。よし、タンプくん、隊列を変えよう。はい、しよしよしよし、元に戻した。オッケー、それでも怖いものはないね。時間はかかるが倒せるでしょう。なんか言おうとしたんだけど忘れたな。よし、あ、そうだよ、スタンプくんのあまりにも遅すぎるっていう話だよ。あまりにも遅すぎるよ、スタンプくん。体重下げるアイテム使った方が良かったかな。壁役だから一
にいいんだけどね。よし、防御してるけどまあいいでしょう。バジリンガー、うん、いけー。よしよし、あー、のりちゃん、よしよし、地道に行きましょう。ねえ、やだ、オッケー。お、逃げてったよ、今チャンス、えい、チャンスだぞ、今。あ、無理か、あ、帰ってきた。いけるか。よし、よし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 。バンプ。バンプはまあまあまあ。梅太郎くん、あなたにかかってるんですよ、ここは。あ、逃げてた。よし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 。ああ、負けちゃった。あんなこと言わなければよかった。生意気なこと言ってすみませんでした。いや、いいと思う。たくやくんは偉い。あ、また僕に意地悪しに来たんですか？少し言いすぎました。まったくなぁ、翔太くんすごいんだな、なんだかんだで。わぁ、上のもんじゃすごいな、見た目が、色が。なんと言えばいいのかわからないが、すごいな。ウルトラマンみたいな。ウルトラマンともちょっと違うな。どどってあぁ、でもそんなに、硬そうな子はいないな。うんうんうん、ミルクちゃんだね。ハンリちゃん。サンリー、もう性別が分かんないや。いけー、やーん。お、44強いね、さすが。あ、サイコロ感が来る、まずい。いけー、すごい顔してるな。タンク、タンクくんね、早い人には当てられないので、うん、この子に当てて。ラクトンプレス、まずいぞ、止めろ止めろ。あ、すごい尖ってる。可愛かった今のソニックボイス。あ、すごい技使ってこようとする。えい、よし、邪魔しちゃうぞ。よし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 、いける。あ、でもこの子も大事に育ててるね、下の土星さんを。いいと思います、なんか愛を感じて好きです、そういうとこ。そんな強くないな。アイテムもほぼ使わないし。はい。そっかそっか。技、技ばっか使ってこようとしてるからか。食らってたら結構痛いんだろうな。よし。当てられる？あー、ですよね。あ、でも逃げてった。なんとかの、あまりにもすごい気迫でやられたっぽいな。お、よし。よーし、逃げてけ。いいよ。また負けちゃった。僕決めたんだ。強い子になって次は絶対に勝つって。だから泣かないよ。お、あ、なんか、翔太くんの成長の物語。よう、また会ったな。お互い頑張ってるようだな。だけど、今日勝つのは俺の方だ。行くぜ。おし、タッパリーグの一番最、うわ、やば。もう、色見るだけで、これはダメだって、わかる。やだ、よしよし、やだって。あー、オッケー、プラズマファイヤー、まずいって。あー、やだ、嘘、こんな時に。あ、よし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 、当てて当ててね。よし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 、危なかった。あー、タンプくんの苦手なタイプの敵だ。真ん中全然動かない。あー、バグってたのか。タンプくんどうしよう。あー、やだった。あ、やだ、いいよ。固まっているな。しかし、一番柔らかそうなのが君だからな。やだ。よしよしよし。大技で。よし。硬そうなのをやりたいが、先にこっちをやろうかな。ぐっ。やっぱ燃やしてきますよね。オッケーだ。あー、熱い。頑張れ、スタンプくん。耐えてくれ。とりあえず、1匹2匹
き倒すのを耐えてくる。ガーッ、痛い。いっけー、どうだ。78、あ、強っ、いいぞ、いいぞいいぞ。やっぱ水属性は苦手よね。あ、攻撃いける、してみよう。19、よし、いいぞ。サンディが、お、真ん中の子を倒して。あー、でも満腹がやられると、お、いいよいいよいいよ。あー、まあ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 、ここの頼みの綱は、あー、梅太郎くんなんだよね。畑、あ、意外と柔らかい、この人固まってて、この防御力、あれ、見た目倒しか見かけ倒しか。では、あら、これはいけるんじゃないの。37、よしよしいける。あ、なんだ、柔らかいじゃん、うん、あ、よし、いけた。いや、サンリちゃんが強すぎるんだな。くっそー、また俺の負けかよ、悔しいぜ。でもな、今度こそ絶対あんたに勝ってやるぜ。コウジ君もいいよね。おや、あなたでしたか。今度こそ勝たせてもらいますよ。じゃないと僕のプライドは許さないですから。よし、ズタズタにしてあげよう。お、これは完全に属性タイプのメンバーが揃っておりますね。うん、つついて、ロスサンダーが来る、毒ガスボンバーが来る。サンダー、毒ガスボンバーって、あ、土属性は大丈夫なはずよ。ダンプくん嫌だってる。よしよし、真ん中のサンダーを倒せ。クロスサンダーってなんか貫通してきそう。うん、よし、大丈夫大丈夫、よく、あ、大丈夫大丈夫。よし、サンディちゃんやってやれ。うん、あと一発よ。もう一回大技を、あ、あ、投げれましたか。あ、なんだなんだ、何した今、何した動き、な、何したさっぱりわからんやったら。うん、もう硬い人しか残ってないな。あ、ちょっと待てよ。え、全然技使ってこないね。後ろの子を先になんとかした方がいいかもな。貫通ツヤカッター使ってきそうな気がする。後ろの子行こっか。う、肌やだ。いや、でもやっぱり先にある程度壊したし、こっちかな。うん、ツヤカッター使ってこない限りは大丈夫だが、スタンプくんがかっこよく決めてくれるかもしれない。サンディちゃんの攻撃力が一番強いか、今のメンバーでは。大技使って、水圧カッター、あ、使って、じゃあ残りは、あ、強攻撃だな。2。だよね、硬いよね、あの子。よし、58、強。まあ、でも1しか食らわないなら大丈夫だな。うん、5。水圧カットあんま効かないんだろうけど、まあ、やるだけやる価値はあるよね。うん、使ってみよう、試しだ。はいはい、お、よし、やだってるね。どうだ、13。うん、まあ、そのくらいよね。これは長い戦いになるな。うん、相手が水圧カッターを使ってこない限りは大丈夫だけど、硬い。よしよしよし、いいぞ。うん、いけ、いいね、梅太郎くん早いね、いいぞ。うん、
やりすぎたな、スタンプ遅くしすぎたな。お、遅く、なんか戦うたびにさ遅くしすぎるなって思うんだけど、でもやっぱりまあタンクだしなっていう考えで結局放置しちゃうんだよな。よしよしよし、この分サンディがやってくれるから、よしよしよし。そんな、よくも僕のプライドをここまでズタズタにしてくれましたね。あなたは絶対に倒します。え、優勝？あと1回戦。あ、なさそう。え、勝ったよ。やった、マスター、おめでとうございます。やっとマスターランク昇格だね。早速免許を更新しておいたよ。マスターリーグではいろいろな記念大会も開催されるので、頑張って参加してみてね。やった！マスター！メジャークリアだよ！メジャー勝ったよ！なんだ、いやー、属性攻撃まみれにされなければね。すごーい。ここで勝てるなら相当なもんじゃトレーナーね。やった！相当なもんじゃトレーナーになれたー。やったー、マスターリーグ出られるようになったぞ。いや、さすがうちのメンバーだな。貫通技使ってこられなくてよかった。あの火の3匹が出てきた時はちょっと恐怖だったけどね。なんだ、すごいよ。特別の方は結構余裕でいけるんだな。修行、もうお金ももう心配いらないね。これから結構淡々と育てる感じになるかもしれないな。何かの耐性がついたよ。よーし。ちゃん、ちゃかちゃん。だんだん、梅太郎くん眠そうですか。お休みしましょうか。梅太郎くん頑張ってくれた。技大事だな。今回のメンバーと前回のメンバーの違いはやっぱそこの技の重要度だからね。うん、あとサンリー、素早さタイプの子に攻撃力をつけたところが大きな違いか。なんだ、いけるもんだね。まあとはいえね、だるそう。だるそうはしつけでいいかな。とはいえね、やっぱね、特別とリーグ両方勝ててやっとこのリーグ制覇っていう感じだからね。まだあんまり調子には乗れないな。防御力上げていこう。いいです。メタロウくんもね、なかなか、うん、攻撃受けても耐えてくれてたね。管理はひたすら素早さを上げる。あれ、あららららら、管理がちょっと反抗期に入り始めたぞ。こういうね、フォボス記念とかもちょっと見えてきたね。さすがにまだダメだよね。マスターリーグとかだよな。あ、フォボス記念も出られるようになったんだな。マスターバトル、まあ、たまーにあるけど、メインはこの、なんとか記念の方なのかな、マスターになると。うん、マスター特別がないからね。うん。そういうことか。なんとか記念っていうやつが、特別に当たるんだな、きっと。時間がいい感じの時間になったのでここまでですね。あ、ついにメジャーから
上に行けるようになりました。うん、よくぞやってくれたみんな。うん、ま、手探りな育成ではありますが、なかなかちゃんと前に進めてる感じはしますね。うん、いい調子だと思う。ということで今回はここで終わりにします。ご視聴いただきありがとうございました。